こんにちは、トミーです。今日は今朝ニトリに買い物に行ってきたので、私が本当におすすめしたいニトリの便利グッズをご紹介したいと思います。全部で10点購入したので一つずつご紹介していきます。では最後まで見てください。はい、ではまず一つ目ご紹介していきます。じゃん、こちらは滑り止めのトレーです。これは特殊な加工がしてあるそうで、滑り止めになっているのと、あとは汚れがつきにくいそうです。私すごいよくこぼすので、すごい私にぴったり。コップ置いてみます。滑らない私は定食みたいにしたいので、ご飯と味噌汁を並べてお魚とかも焼きたいなと思います。こちらが979円です。結構このトレー、木のトレーって意外と高いんですけど、ニトリは割とお手頃です。はい、おすすめ。なんかいろんな形があって、もうちょっとここの壁が深いやつとか、あとは楕円形みたいな形のやつもありました。私はこの平べったくて四角いトレーが可愛いなと思ったので、こちらを購入しました。では次です。じゃん、2つ目はこちら、シンクの洗いたわしです。これは私、シンクってすごい汚れるじゃないですか。私今まで激落ちくんでいつもお掃除してたんですけど、激落ちくんってすぐ汚れちゃうし、見栄えが流しに置いとくとあんまり良くないのと、黒なので汚れがすごい目立つんですよね。この汚れが目立たない黒だし、ここにこれがついてるこれがついてるのでかけやすいので清潔なのと、なんかこの特殊な素材がすごい汚れがすごい落ちるそうです。汚れも目立たなくていいですね。これなちゃちゃのおもちゃじゃないよ。こちらが324円です。では次もちょっとキッチン周りなんですけど、じゃん、これは重曹シートです。これは水で濡らすと重曹が溶けるらしくて汚れがすごい落ちるそうです。重曹って私すごい舐めてたんですけど、めちゃくちゃ綺麗になりますよね。なんですけど、その水で洗えないところとか、これがすごい適しているそうです。コンロとか電子レンジの中とかもこれでお水濡らして拭いたらすごく綺麗になるみたいなので、ちょっと買ってみました。やっぱりキッチン周りって本当にすぐに汚れちゃうので、これはすごい良さそう、リピート買いしそう。洗剤いらずなのでありがたいですね。こちらは136円です。4枚入り。では次はこちらです。これは塩と胡椒の入れ物です。最近なんかネギが落ちてきて、前使ってた容器が割れちゃったんですよね。なので新しく購入しようと思って、前まではこの取っ手がついてないやつで、取っ手がついてる方が使いやすいなって思ったのと、おすすめポイントは中に計量のできるやつがあって、ここで左側でこうやってこすると小さじ1杯で、これがついてるので、これでやると小さじ2分の1になるそうです。だし、すごい私が一番感動したのが、よくこれって下に入って埋もれちゃうじゃないですか。ここにかけられるので下に落ちないんですよね。すごいこれ良くないですか。めっちゃおすすめです、これ。はい、塩と砂糖入れです。これは片手で計量できるポット S の370円 ×2 で740円でした。あとは塩か砂糖かわからなくならないように、ここのテロップもありがたいですね。はい、次いきます。どんどんいきます。じゃん、これはなんだかわかりますか。
これすごいなって思ったんですけど、タオルホルダーです。これ磁石でこのとこにタオルを入れるとタオルホルダーになるそうなんですけど、私のキッチンタオルホルダーがなくていつも置いてたんですけど、やっぱり衛生的にも良くないので、でもなんかあの普通のこういうやつあるじゃないですか、それが私あんまり好きじゃなくて、あとはこのなんていうんですかね、ゴムで留めるタイプのやつ、ゴムっていうか吸着するやつ、あれ前使ってたんですけどやっぱり落ちちゃうんですよね。でもこれ磁石なのですごく便利だなって思ったのと、見た目がおしゃれシンプルでこんな感じ、結構な磁力なので落ちる心配もないし、ここに入れるとこんな感じです。冷蔵庫でもいいしここでもいいし、いいですね。これが648円です。次はこちらはウォッシュタオルです。これはカラーが2種類か3種類ぐらいあったんですけど、私はこのちょっとグレーっぽいのを選びました。汚れが目立たないし、これにつけてたように購入しました。もともとすごい長いタオルを使ってたんですけど、ちょっとかさばるし、なんかこんな大きくなくてもいいなってずっと前から思ってて、ちょうどこれに合うように購入しました。これを2枚購入して、1つが136円です。はい、次はじゃん、ちょっと重いんですけど、じゃん、これは米びつ7リットルです。これ私ずっと米びつを購入したくて、家にあるのが昔お母さんが実家から出る時に一緒に乗せてくれたプラスチックのタッパーみたいなやつなんですけど、ちょっと見栄えがあんま良くないのでようやく購入しました。これ人気みたいで、ニトリ結構品薄って書いてありました。これ結構ここに吸着もすごい、あー、このこれが付いてるので密閉されるのでいいですね。これが1195円です。意外とお得、安い。今日詰め替えようと思います。ラストがこちらです。じゃん、これはパカリ付きステンレス柄ガラスパスタポットです。これそうすごいのが、こうやってやるともう空いてるところの量が1人分だそうです。私よくめちゃくちゃ多く作っちゃうので、これありがたいな、こんな少なくていいんだ。これの 1.5 倍いつも作ってました。使わない時はこういう感じでできるので便利ですね。見た目もスタイリッシュでおしゃれ。これは370円です。すごい安くないですか。お気に入り。以上10点で合計が5130円でした。意外ともうちょっといくかなって思ったんですけど、やっぱりニトリは安くていいものが多いですね。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっと自分の家にもこれ欲しいなとか、他にも結構キッチン周りのものがたくさんあって、また買いに行きたいなと思ってるので、その都度ご紹介したいと思います。気になるものがあればぜひお近くのニトリに行ってみてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よければ高評価、コメントお待ちしております。チャンネル登録もまだの方はぜひお願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。